ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年代に、アーケードゲームで大ブームを、巻き起こした、あのストリートファイター2の、源流である、初代、ストリートファイターの誕生について、ご紹介させていただきます。ストリートファイター2は、1991年に、ゲームセンターにリリースされ、爆発的ヒットを記録し、格闘ゲームブームを巻き起こした、傑作タイトルなんだ。そして、その4年前の1987年に、登場したのが、初代、ストリートファイターなんだ。なぜ、あえて人気のスト2でなくて、初代、ストリートファイターが、テーマなの？それは、この作品が、続編のストリートファイター2の基礎を築き、そして、1対1の対人格闘ゲームという、新しいジャンルを開拓した作品だからなんだ。対人格闘ゲームの、ルーツになる、ゲームタイトルってこと？そうだね。ここからは、対人格闘ゲームの原点とも言える、初代、ストリートファイターの始まりを、ご案内させていただきます。この作品の始まりは、初代、ストリートファイターの生みの親となる、西山隆さんが、アイレム時代に手掛けた、あるゲームタイトルがきっかけで、誕生することになるんだ。アイレムの、あるゲームタイトル？そう、西山さんは、カプコンで、ストリートファイターを開発する前は、あの、シューティングゲームの名作、R タイプで有名な、アイレムに所属していたんだ。おお、アイレム。そして、西山さんは、このメーカーで、カンフーものの、アクションゲームを制作することになるんだ。カンフーアクションゲーム？そう、当時は、中国の、カンフーアクション映画が、大人気だった時代で、1983年には、ジャッキーチェンの、水拳や、プロジェクト A などが、大ヒットしていて、懐かしいですね、プロジェクト A。そして、翌年の84年には、ジャッキーチェンの、スパルタン X が放映されると、その同名タイトルである、アクションゲームを、アイレムがリリースすることになるんだ。おお、もしかして、あの有名な、スパルタン X では？そうなんだ。そして、この作品のデザインを担当したのが、西山さんなんだ。でも、スパルタン X と、ストリートファイターって、どう繋がっているの？それは、この作品を、西山さんが開発している最中に、思いついたアイディアが、その後の、ストリートファイターに活かされることになるからなんだ。この、スパルタン X が、格闘ゲームの誕生に、繋がっているってこと？そうだね。ここで、この名作アクションゲームである、スパルタン X の作品内容を、少しご紹介させていただきます。実は、このゲームは、ジャッキーチェンの映画を題名にしながらも、あのブルース・リーが主演した映画、死亡遊戯をイメージして作られたものなんだ。ブルース・リーの遺作となった、あの有名な映画だね。確か、この作品の内容は、ブルース・リーが、楼閣の最上階にいる、ボスを倒すために、各階に待ち構えている、強敵を蹴散らしていくという、カンフーアクション映画だったような。そうだね。そして、スパルタン X も、同じように、各ステージで、雑魚キャラたちを次々と倒してゆき、最後にボスキャラと、1対1の対決で勝負するという作品なんだ。確かに、ブルース・リーの作品に似ているよね。そして、西山さんが作り上げた、スパルタン X は、アイレムの中期を代表する、大ヒット作品になるんだ。家庭用ゲーム機の、ファミコンに移植された、スパルタン X は、相当やり込みましたよね。そして、西山さんは、このゲームの開発中に、あるアイディアが浮かんできたんだ。あるアイディア？そう、それは、こんな感じです。この作品は、雑魚敵を倒してから、ステージの、ボスと対決するという、アクションゲームにしてみたけど、もっと、ボスキャラと、じっくり、1対1で、勝負できるような作品を、作ってみたいな、と、思っていたんだ。ということは、スパルタン X の、ボス戦の戦いに、インスパイアされて、キャラクター同士が、1対1で戦うという、ゲームのアイディアが浮かんできたということですね。そうだね。ということは、この頃、もうすでに、対戦格闘ゲームという、新しいジャンルのゲームを、発想していたってことですね。そう、この作品で思いついたアイディアが、その後、あのストリートファイターに繋がっていくことになるんだよ。もしかしたら、格ゲーのルーツは、スパルタン X かもしれませんね。そして、西山さんは、この作品のリリースを、最後に、アイレムを退社し、同じ関西のメーカーである、カプコンに入社することになるんだ。おお、いよいよ、あの名作が生まれることになる、カプコンの登場ですね。そして、このメーカーに入社した、西山さんは、アイレム時代の実績を買われ、開発チームのリーダーとして、活躍することになるんだ。ここで、この頃の、カプコンの開発部について、少しご紹介させていただきます。初代、ストリートファイターが誕生した、1987年頃の、カプコンの開発部隊は、3つの部署で、ゲーム開発が行われていたんだ。それぞれ、第1企画室から、第3企画室まであり、第1企画室では、あの戦場の狼や、魔界村を手掛けた、藤原徳郎さんが率いるチームがあり、そして、西山さんが所属することになるのは、第2企画室で、このチームで、ストリートファイターが生まれることになるんだよ。そして、第3企画室では、後に、
ストリートファイター2を開発することになる部署であり、このチームは、岡本義樹さんリーダーのもと、スト2の、デザインや、プランナーを担当することになる、アキマンこと、安田明さんや、後に、ストリートファイター2の生みの親となる、西谷明さんも、入社することになるんだ。初代、ストリートファイターを開発した部署と、スト2を生み出すチームは、違う部署なんですね。そうなんだ。実は、初代のストリートファイターと、続編のスト2が、別の部署の、別の担当者が手掛けることになったことも、カプコンから、名作格闘ゲームが生まれた、要因にもなっているんだ。会議中の、メモから生まれた、ストリートファイター。初代、ストリートファイターの企画が、スタートしたのは、この作品がリリースされる、2年前の、1985年のことで。それは、西山さんが、ある社内の会議中に、思いついた、メモから、この作品の制作が始まるんだ。それは、カプコン社内での、会議中でのこと。その場には、後に、ストリートファイター2を担当することになる、第3企画室のリーダーである、岡本さんも同席していて、西山さんは、その会議には、あまり乗り気ではなく、そのため、ふと、ゲームのアイディアを頭の中で、考えていたんだ。そして、あるゲームの企画が思い浮かび、早速、そのアイディアをメモしてみたんだ。実は、このアイディアが、アイレム時代に、スパルタン X を開発していた時に、思いついた、ゲームの構想だったんだ。そして、そのメモを、会議の隣に座っていた、岡本さんに見せてみると。岡本さん、ちょっと、面白そうなゲームの企画が、思いついたんですよ。ゲームの企画が、ですか？はい、このゲームのアイディア、どう思われますか？すると。なになに？お、これは、面白そうじゃないですか。西山さん、このアイディアいけると思いますよ。ぜひ、商品化してみてくださいよ。という、岡本さんの、好評な反応から、西山さんは、これは、面白い作品になるかもしれないな。よし、早速、企画書にまとめてみよう。ということで、この時、思い浮かんだゲーム企画が、対戦格闘技の、ストリートファイターの原型になるものだったんだ。おお、初代、ストリートファイターが、いよいよ動き出すんですね。実は当時、西山さんが、この格闘ゲームを作ろうと、思ったのには、もう一つ理由があったんだ。もう一つの理由？そう、それは、カプコンの販売戦略に、大きく関わってくることなんだ。カプコンの販売戦略？そう、当時カプコンは、ゲームセンターにゲーム基盤を、販売することが、売り上げの柱だったんだ。そこで、このメーカーは、もっと収益を、増やすための方針として、利益率の高い、大型筐体のゲームを、売り出そうとしていたんだ。でも、カプコンには、セガや、ナムコのように、メカトロニクスを使った、大掛かりな筐体を作る、ノウハウがなかったんだ。この頃、アーケード業界で、大型筐体を開発できるメーカーといえば、エレメカ開発の長い歴史と、ノウハウがある、セガや、ナムコなど、限られたメーカーしかありませんでしたからね。それに、カプコンは、1983年に、アーケード業界に参入した、新興メーカーですから、大型筐体を開発できる、ノウハウは持っていなかったのが、辛いところですね。そうなんだ。そこで、西山さんが考えたのが、構造が比較的シンプルで、カプコンでも、開発できそうな、感圧センサーを使った、格闘ゲームの企画を思いついたんだ。大型筐体を利用した、収益アップと、西山さんが、作ってみたかった、格闘ゲームの構想が、良いタイミングで繋がったということですね。そうだね。ところで、感圧センサーを搭載した、ゲーム筐体って何ですか？その筐体というのは、こんな感じのものなんだ。おお、なんか、大きなゴムのようなボタンが、2つついていますね。そう、この2つのものが、感圧センサーが搭載された、ボタンなんだよ。この筐体で、どうやって、格ゲーをプレイするの？それは、左側にある、アーケード筐体で採用されている、レバーで、キャラクターを操作して、右側にある、この2つの大きなものが、キックと、パンチのボタンなんだ。そして、このボタン1つで、弱、中、強の攻撃ができるようになっているんだ。そうすると、この筐体で、格闘ゲームをプレイしたい場合は、強弱の攻撃は、どうやってすればいいの？それは、このボタンを、弱く叩けば、弱い攻撃ができて、強く叩けば、強い打撃が繰り出せるようになっているんだ。ということは、このレバーで、キャラクターを操作しながら、感圧センサーボタンで、攻撃の強弱を、使い分けながら、プレイするってことですかね。そうだね。ということは、この筐体は、攻撃ボタンが、6ボタンあるのと同じということですか。そう、実は、この感圧センサーボタンを、採用したことが、後の、格ゲーの定番になる、6ボタン式の操作方法に、進化していくことになるんだ。まさに、格闘ゲームのルーツとなる、筐体なんですね。つまり、ストリートファイターの企画は、この大型筐体の開発ありきで、生まれたゲームタイトルってことなんですね。そうなんだ。ということで、ここからは、いよいよ、ストリートファイターの企画が、
スタートすることになるんだ。カプコンの、格闘ゲーム企画のスタート。西山さんのアイディアから始まった、この格闘ゲームの企画は、次に、ゲームタイトルや、世界観、ストーリーなど、ゲームの方向性を決定するフェーズに、移ってゆくんだ。この企画に参加していたのは、西山さんと、もう一人、彼の右腕として、この作品の開発に携わることになる、松本雄二さんなんだ。松本さんは、その後も、西山さんと共に、SNK の、画廊伝説や、竜子の剣など、数々の名作ゲームを、作り上げてゆくことになります。ゲーム企画の、打ち合わせ。西山さん、1対1の格闘戦という、ゲーム内容は決まっていますが、ゲームの方向性を決めるために、まず、ゲームタイトルから考えましょうよ。そうだね。そういえば、西山さんは、どのような作品にしたいと、思っているのですか？今までのような、格闘ゲームとは違う、ストーリー性や、エンターテインメントが感じられる作品にしたいんだよ。このゲーム企画に、物語や、面白さを取り込みたいということですか？そう、それに、あまり、格闘技のジャンルにとらわれない作品にした方が、自由度が高いゲームに、仕上げられると思うんだ。なるほど。例えば、このゲームの、1対1での戦いを、ボクシングや、プロレス、空手のような、実在する格闘ゲームに、限定してしまうと、エンターテインメント性が欠けてしまうし、それに、少し地味な感じの作品になってしまう気がするんだよ。確かに、そうですね。今回の企画では、映画のような演出や、小説のような、物語性を持った作品にしてみたいと、思うんだよ。そうなると、今までの、格闘ゲームとは、全く違う方向性の、作品にするということですね。そうだね、確かに、ゲームで表現できることは限られているけれど、それでも、ただ、敵を、倒していくだけの格闘ゲームではなく、そこに、キャラクターごとの、物語性が感じられるような作品にしたいんだ。ということは、この作品では、キャラごとに、その人物の背景や、個性を、取り入れていくってことですかね。そうだね、そうすれば、プレイヤーも、キャラクターに、もっと愛着が持てるようになるし、それに、ゲームに深みも出てくると思うんだ。そうなりますと、なるべく格闘技のジャンルを、限定しないで、様々な格闘家が、登場する作品にした方がいいかもしれませんね。例えば、ジャンルに縛られない、異種格闘技のゲームなどは、どうですかね？異種格闘技？はい、世界には、様々な格闘技がありますから、そんな、いろいろな国の、武道家たちが、戦う作品なんてのはどうでしょうか？おう、それは、面白いかもしれないね。異種格闘技の、対戦ゲームか。それなら、こんなゲームはどうだろう。主人公のプレイヤーは、格闘技界の頂点を、目指し、各国の様々な、格闘家に戦いを挑むために、旅に出るんだ。ほう。そして、その見知らぬ国で、今まで出会ったことのない、達人たちと戦いを繰り広げ、勝利を重ねていく作品ってのはどうだろう。なるほど。その異国の地で、命を落とすのも、勝利の美酒を味わうのも、すべて、プレイヤーである、君次第だ。目指せ、世界の格闘王。という感じの、キャッチコピーで。お、いいじゃないですか。主人公が、様々な国で、格闘家と戦うんでしたら、作品の幅も広がりますし、それで行きましょうよ。それに、世界中で、格闘家が競い合うのでしたら、それぞれの国の、路上で、格闘戦を演じてみるという、現実はどうですかね。なるほど、それは、面白いかもしれないね。まさに、ストリートファイターだね。お、その響き、いいですね。まさにストリートで演じる、格闘家たちの、命を懸けた戦いですね。よし、決めた、この企画の、ゲームタイトルは、ストリートファイターでいこう。ということで、このゲームでは、主人公のプレイヤーが、様々な国の格闘家と、1対1の戦いを行い、そして、格闘技界の頂点を、目指すという方向性に決まったんだ。おお、これで、ストリートファイターシリーズの、土台となる、ゲームの世界観が誕生した、瞬間ですね。ゲームのタイトルや、世界観、方向性が、決定されると、ここからは、細かな仕様を詰めながら、ゲーム開発が開始されることに。そして、ついに、この作品の、大枠のシステムが、完成することになるんだ。ここからは、スト2の基礎となった、初代ストリートファイターの、ゲーム内容を紹介させていただきます。まず、最初に、この作品の、ストーリーから。幼い頃から様々な、格闘技を学ぶことで、ついに、独自のスタイルを確立した、二人の若き天才格闘家の、竜と、剣。ライバルでもある二人は、共に、格闘技界の頂点を、目指し、戦いの世界へと旅立って行くのである。超一流のパワーと、技を誇る、各国の、ストリートファイターたちを相手に、世界最強の男の名を、手中にするのは、竜か、それとも、剣なのか、というものなんだ。そして、このゲームは、プレイヤーが、主人公を操作して、8人のキャラクターたちと、対戦を行い、格闘技界の頂点を、目指すという作品になり、そして、続編の、ストリートファイター2で、
大きく進化を遂げることになる。プレイヤー同士の対戦機能も、この作品から、搭載されることになるんだ。でも、この初代、ストリートファイターでは、1プレイヤーの、竜と、2プレイヤーの、剣のみでしか、対人戦は、遊ぶことができないんだ。スト2のように、自由に好きなキャラクターを、選んで、対戦できるわけじゃないんですね。そうなんだ。この初代の作品では、コンピューターとの対戦が、メインのゲームになっていて、あくまでも、プレイヤー同士が対戦できるという遊び方は、この作品の一部の機能に過ぎなかったんだ。この時代に、ゲームユーザー同士が、対戦することができる、本格的な、格闘ゲームというのは、まだ存在してませんからね。そうだね。それに、ゲームユーザーにも、対戦格闘ゲームで遊ぶということが、まだ、浸透していなかった頃だからね。でも、このストリートファイターが、アメリカでリリースされた時には、多くのユーザーが、対戦プレイを楽しんでいたんだよ。そのため、海外では、このゲームの続編である、ストリートファイター2を作ってもらえませんか？という要望が、カプコンに来るようになるんだ。その反響から、ファイナルファイトが生まれ、そして、スト2の誕生へと繋がっていくんだ。対戦格闘技ゲームで、自由に好きなキャラクターを、選んで、対戦ができるようになるのは、あのストリートファイター2で、採用される、最新のアーケード基盤である、CP システム1の登場を、待たなければならないんだ。おお、あの名作ゲームを、次々と生み出した、カプコンの、CBS1 ですね。スト2は、初代の作品を土台に、ハードと、人材が揃うことになる、3年後の、1990年だからこそ、実現できた作品なんでしょうね。こうして、ストリートファイターシリーズの、原型となる、システムや、世界観、そして、ストーリーなどの、基礎が完成し、そして、格闘ゲームでは、欠かせない、必殺技の、波動拳や、格闘ゲームの、定番のインターフェースになる、6ボタンなどが、誕生することになるんだ。それについては、また、次回の動画で紹介させていただきます。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。